XO-4B は、山猫座の方角に約956光年の位置にある太陽系外惑星である。マコラックにより2008年にトランジット法で発見された。質量は、木星の1.521倍、半径は、木星の1.29倍である。F 型主系列星である、親星の非常に近くを公転している、ホットジュピターである。 XO-4B は、親星からわずか83億キロメートルの距離を99時間で好転している。ホットジュピターに、典型的なように、深遠度0.9976のほぼ円形の軌道を描いている。この惑星は、大気上層にリチウム、ナトリウム、カリウムからなる雲を、大気下層に、ケイ素からなる雲を持っていると考えられている。2019年、 世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて XO-4B はエストニアに割り当てられる、境外惑星となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、エストニア国内での先行。 国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、XO-4 は、コイと XO-4B は、ハンマークと命名された。いずれもエストニア語での天文用語にちなんでおり、コイとは、太陽が昇る、時間帯である、夜明け。 ハンマークは太陽が沈む時間帯である日没や夕暮れを意味する。ウィキメディアコモンズには XO-4B に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。